せーの、ウォッシュウォッシュということで始まりました、はい、今日初めましてですね。初めましてですね。ちょっと皆さんに自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、ヤヌークの PR をしております井川と申します。よっよっ来ていただきました。めちゃめちゃ緊張してます。緊張してますか。してますよ、YouTube 初の。さっきなんか店の外でこんなことやってましたよ。やってましたね、ルイさんと一緒に。はい、まあ、そんなことで、はい、ヤヌークさんが来てくれたということで、はい、実際そのヤヌーク用のデニムを洗う洗剤をなんと洗濯ブラザーズと一緒に開発をしたと、はい、これの紹介をちょっとしていきたいと思うんですが、ヤヌークっていうそもそもこのデニムブランドどういうブランドなんですか。はい、ヤヌークはもともと LA のブランドで発祥、はい、あ LA ブランドで、うん、今はまあ日本でもちろん自社工場で自社せあの生産してるんですけども、一番の魅力としては、うん、履き心地の良さ。いや、僕実は今履いてくださってるんですよ。もうちょっと下のアングル見えるかな。多分隠れました。全然大丈夫なんですよ。そうなんですよ。恐ろしい。本当にこうものすごい伸びるんです。ストレッチがね入ってるんですよ。すごいですね。あとはシルエットのなんか美しさというか、はい、そこにこだわって、この2つは特に。なるほど。こだわってますね。やっぱデニムって、まあ、このブランドってやっぱりそのストレッチっていうのがすごく、うんうん、やっぱりそのブランドのイメージで一番大事なポイントかなと思うので、はいはいはい、この洗剤に関しては通常のデニム洗剤もあるんですけども、僕らの洗剤のデニムウォッシュとはまた違う、うん、このヤヌークのストレッチ用に開発したデニム用洗剤となっております。これ香りちょっと今ちょっと皆さんに嗅いでいただいて、はい、どんな香りか伝わるかな。ちょっとあの食レポならぬ食レポならぬ香レポ。でもちょっと海を連想させますね、うん、LA の海岸感、香りちょっとムスク入ってるんですね。ちょっとムスク入ってます。すごい、これ男性女性問わず本当に気に入っていただける匂いかなって、はい、ですね。やっぱり皆さんに履いていただいて、うん、で日々ケアを1回履いたり2回履いたりしたら汗かきますし、はい、もうガンガン洗ってほしいっていうデニムなんですよね。うんうん、そうですそうですそうです。うちがあの推奨してるのは結構あの化学繊維ポリウレタンとかエステルが入っているので、うんうん、皮脂汚れで劣化してしまうので、ああなるほど。しっかり洗ってほしいなって。ゴアテックスと同じ考えですね。そうなんですよ、そうなんです。素晴らしい。では逆に洗わない方が、うん、逆にその劣化してしまうと。そうですね、このストレッチの良さがこうなくなってしまう。なるほど。伸びだれしたままになっちゃうので。これ皆さん驚きですよ。今までは洗っちゃいけないってデニムを思っている方多いと思うんですけど、うん、洗った方がいい。いい。うちが推奨しております。ヤヌークは洗ってください。ガシガシ。はい、はい。で、まあこの洗剤なんですけど、まだとりあえずあのプレスリリースをして、そこからまた販売っていう形になるかなと思うんですが、うん、またその後にこのファブリックスプレーっていうのも販売予定となっていますので。はい、あのまあこう洋服を履いて、まあ、ちょっとシワにならないようにこうシュシュしていただくとシワの予防もなりますし、あとは消臭効果もしっかりありますので、うん、ぜひ皆さんお楽しみにいただければ楽しみに思います。はい、そしたらちょっとこのヤヌークのラインっていうのはレディースがイメージがすごい強いんですけど、うん、はいはいはい、男性の商品もあったりするんですか。もちろんです、メンズの商品も結構豊富に、はい、今も入ってらっしゃるのもありますし、結構あるので、結構ご夫婦とかカップルで来ていただければ、うん、はい、ぜひお店に試し履きしていただいて、はい、もういっぱいただなんで履くのは、はい、ぜひ履いてほしいです。じゃあなんかあの情報とかを知りたい場合は、はい、なんかヤヌークの公式のインスタグラム、ヤヌークオフィシャルで、うんうんうん、メンズもレディースも今だとインスタライブとかでも YANUK オフィシャルですね、ヤヌークオフィシャルでやっておりますので、はい、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。はい、では皆さん店舗にぜひ遊びに行ってきてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。どうもありがとうございました。ブレンベン満席でねんなお家こもれるまたこの時間に汗 Yeah どうやらまた汚れちまったみたい。 Oh no 店あわどこもかしこもあわあわ根こそぎ消しさ